いや、もう今日は、餌の管理、課題ですね。餌をきっちりとした鮮度できっちり保つこと、それが一番大事で、今日はちょっとそれができてなかった。まあ言い訳ですけどね。まあね、まあ坊主ではないんですけど、正直坊主ではないのは当たり前なんで、俺にとって餌釣りですから、しかもミミズ、なんか変な糸の動きしてるな。これは鯉かな、亀かな。お、亀が泳いどる。一応合わせてみますか。ダメだ、乗んない。何かしらつっついてんのは確かだったな。まあ課題が山積してますよ、本当に。下の方は生きてんな。上の方は死んでる。湿度かな。なんか糸がピーンって張ってんだが、もう気にしない。ドラッグ走るまでもうほっとけ。捉えたかな。よし。おお、な。クイックリリース。クイックリリース。やっぱ岸についてるのはちっこいな。
糸は張ってんだかな。なんか泳がんね、この糸。不思議。張ってるんだが泳がん。なん、亀がかかっとるか。全く泳がんもんな、この針。針じゃないわ、糸。不安になるわ。あった、行くよ。とっと、あー、マジか。マジかよ、マジかよ。切るかな、わかんない。バスのあたりは意外と繊細。捉えたかな。いかんな。もうこれ一回合わせてみる。全然ダメじゃん。あー、餌は取られてんな。フッキングしないパターンか。線が泳ぎますね。まあ、そこまでピーンとはいかんけど。
そのあたりは繊細だからね。なんか浮きが変な動きしとんね。逆にやった方がいいかな。取られた。取られてる。こっちの糸は張ってない。よっ、あの辺で当たるね。もうマジか、寝がかったよ。いや、こっちは当たりないね。おお、来た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 、はい、よし、うん、よっしゃ、マジかよ、マジか、めっちゃ走ったな、すっげえ。
ょうところ、声は鯉だ。ほら、鯉が。
よし。